了解しました。配置につきました。よし、俺が合図を送るまで誰も動くな。奴が外に出たら捕らえろ。了解しました。パトロールもたまには役に立つ。彼はあそこで何を？さあな、お前はプロファイラーだろう。犯人の頭の中を知り尽くしてるんじゃないのかな。まさか E さん、まずは殺人犯の心理プロファイルに合致してるとは言えない。お前の理論と証拠なら陪審がどっちを選ぶか明白だろう。あの女何してやがる。今 E さんが出てきたら厄介だぞ。どうします、追い払いますか。いや待て、警察、イーサンのいるビルの外に張り込んでる。私は警察に知られてない。気づかれずに中に入れるはず。イーサンに教えないと。入ってったぞ。ここの住人か。まあいい、ここでうろうろされても困る。イーサン、何があったの。警察が外にいるわ。あなたを逮捕するつもりよ。他の出口を見つけないと。くそ、奴は中で何をしてるんだ。ほう、必ず俺の合図を待つんだぞ。まだ警察がいる。別の出口はない。何か考えて、早く何か考えるのよ。上はダメね。屋根は行き止まり、身動きが取れなくなる。合図を待て。お前は待機して。まさか。私も行きます。ドアに二人つけ。行け。
おい動くな撃つぞトラ急いでダメだ手を上げろくそ警部補裏道から男と女が逃げようとしてます女だとくそ中に入ってった女が下に向かえ裏道だ追いかけろ地下鉄警察は折り紙殺人鬼と思われる男性の名前を会見で公表しました。誘拐されたショーン・マーズ君の父親であるイーサン・マーズ容疑者は現在逃亡中で武装しているとみられます。警察当局はこれを受け、この凶悪犯の一刻も早い逮捕を目指し一斉捜査を続けています。食料買ってきたわ。何が好きかわからないから、いろんなものを少しずつ。どうして俺を助ける？何も知らないのに、死んでたかもしれない。わかんない。あの時はそうするのが一番いいと思ったの。助けが必要そうだったし。ねえ。ニュースはあなたのことで持ちきりよ。警察総動員であなたを追ってるわ。あなたが折り紙殺人鬼だって。本当なの？あなたが犯人なの？俺は時々意識を失うんだ。まるで別の人格がいるみたいに。何をしていたかわからない時がある。唯一覚えているのが死体なんだ。
水に浮かぶ死体だ。この怪我はどうしたの？なぜあのアパートにいたの？俺の中のもう一人の俺が俺のショーンへの愛を試してるんだ。ショーンを救うだけの愛があるか知るために。だから本当はショーンの居場所も分かっているはずなんだ。でもそれを知るためには試練を乗り越えなければ。どうしてそのことを警察に言わないの？何を言えって言うんだ。俺が殺人を犯して息子まで誘拐した男だって信じやしない。俺は自由の身でいなくちゃダメなんだ。他に方法はない。自分だけが頼りなんだ。ショーンが救出されたら自首するよ。でもそれまでは。こんなの長続きしないわ。自分を痛めつけてるのよ。今は息子を見つけることだけが重要なんだ。他に方法があるはずよ。分かってないな。時間がないんだ。あと数時間でショーンは死んでしまう。選択の余地はないんだ。すまないマディソン、もう行くんだ。このことは全て忘れてくれ。それが俺からの最後のお願いだ。俺のことを思うなら行くんだ。一人にしてくれ。次の折り紙を開けないと。時間がない。手遅れになる前にショーンを見つけないと。パパが見つけるよ。必ず見つけるよ。